中国の疾病予防コントロールセンターの吾孫悠氏は昨日、中国の人口のおよそ80%がすでに新型コロナウイルスに感染したとの見解を明らかにしました。14億の人口のうち11億人以上が感染した可能性があります。また、吾氏は今後2、3ヶ月以内に全国規模の第2波が起きる可能性は低いとの見解を見方を示しました。